24日目だ、おはよう。あ、そうか。霊夢はボーディーにいるんだったな。あいつがいないことは、まあよくあることか。霊夢だけ懲罰房を2回も経験しているし、離れてるからって何か問題あるわけじゃないしな。自由時間だ。おはようございます、鈴木幹事長。お、今日はいつも以上にテンションが高いな。まあ寝言がうるさい霊夢がいなかったのでぐっすり寝れましたよ。あいつ寝言がうるさいのか。そうですね、なのでボーディーに入っている囚人がちょっとかわいそうです。なるほど。ボーディーの囚人たちが寝不足になる可能性があるな。あいつだけ特別な部屋が必要そうだ。それはそれで霊夢だけいい待遇されている感じがして嫌な気もしますね。その感じだとマリサは霊夢にいろいろ溜まっているものがあるように見えるな。まあお前らまとめて自由広場に入れるから一回私についてきてくれ。了解しました。出してくださいよ、鈴木幹事長。さあお前も自由時間だ、出てくるんだ。あ、一日ぶりだねマリサ、一日ぶりだな。もうマリサの寝言なかったから昨夜はぐっすり寝れましたよ。それはこっちのセリフだわ。お前ら同じようなことを言っているな。さては似た者同士か。ガチの窃盗罪した奴と同類にしないでください。私はあくまでついででこの刑務所入れられたんで。またまた、マリサもうまい棒盗んでたじゃん。10円のお菓子盗むほど貧しくはないわ。喧嘩はそれくらいにしとけ、自由時間だから。寛容な心で許します。なんでお前の方が立場上なんだ。じゃあ食事の時間まで待機だ、楽しんでくれ。はい、わかりました。じゃあ喧嘩の続きしましょうか。そんな時間はねえよ。今日はなんとかして急走庫への雪型を見つけるためにいろいろ探索する日じゃないのか。あ、そうなんですか。お前ボーディーに移動されたんだからちょっとは危機感を持てや。実際そんなに変わらないですよ。でも2回の懲罰房がきっかけで移動されているわけだからな。まあそろそろ脱獄もしたいしね。言うても24日目だからな。1ヶ月経つ前には絶対に出るぞ。進展しない日が何日か続いているから今日こそ何か掴みたいね。監視は見ていないよな。大丈夫だよな。この位置地味に見られるんだね。そう、搬入口と肺へ警戒した方がいい。ボーディーにはそっちから入るの。いや、正面から行こう。その方が急走庫行きやすいし。ちょっと私は一回上見てくるな。了解。ここなんだよな。この倉庫がどうしても入れない。やっぱ正面突破はできなさそうなんだよな。となるとこの建物の他の場所に何か。こっちは、ダイヤモンドがあった場所だから何もないよな。てか霊夢そこにいたのかよ。マリサ行くの早いって、お前が遅いんだよ。そんで、上には何かあったの？急走庫を正面突破で行くのは厳しそうだ。なるほどねー。じゃあどうする？この建物の別の場所から急走庫に繋がっている場所とかないかな？お。こんなところに糸とか石炭とか木材が入っているな。こんなもんあったんだ。そこ多分私の棒だよ。処刑されてしまえ。なんで？っていうかこの辺は一度確認したんだよな。チェストには何もないのは確認したよね。そろそろ時間もヤバそうだから一回帰ろうぜ。あ、今度はこっちから出るのね。今回の自由時間も何も収穫なしか。ちょっときつくないか。ここまで進展がないとちょっと困るよね。お前的に気づいたこととかあるか。急走庫とは関係はないんだけど、昨日の刑務作業っていつもと違ったじゃん。あ、蜘蛛の巣の掃除だっけ。あれも何か意味があるのかなって思って、糸を何かに使ったりとか。羊毛が作れる。だからなんだって話だけど、あの作業が何かしらの意味があるとしたら、今日の刑務作業も特殊な作業が来るんじゃないか。ちょっと期待だね、そこは。監修は、まだ大丈夫そうだな。間に合いました。全然余裕だったな。監修、早く食事の時間にしてくださいよ。食事の時間も使って少し探索するか。一応食堂裏から地下水路は行けるよね。でもそんな時間はないか。食事の時間は一番短いからね。食堂裏の鍵は地下のチェストに入れっぱなしだから取ってこようかな。終了だ。あ、監視長、今日のご飯は何ですかね。今日の飯、昨日と同じ献立だと思うが。献立とかって毎日変えることはできないんですかね。うん、シェフも忙しいからな。あ、美味しいご飯が毎日食べられたら刑務作業がもっと頑張れるんだけどな。一応言っておくが、お前は囚人だからな。何でも叶えることはできないぞ。鈴木幹事長の力でそこを何とかしてくださいよ。私の力を過信しすぎているな。っていうかマリサ、集まるのが遅いぞ。何をやっていた？あ、噴水で泳いでいました。あの噴水はプールではないぞ。そうだよ、あんまり風呂入っていない人間が噴水の中に入らないでよ。風呂に入っていない同じような立場でそれ言うか。
そういえば日程的には今日が風呂なんだが、やってほしい刑務作業が今あるため延期だ。え、さらに入れないんですか私たち。まあ仕方がないな。それじゃあ食事の時間を過ごしてくれ。仕方がないなで済まされるのか。っていうか危なかったじゃんマリサ。変なタイミングで鍵取りに行っちゃったからな。マジで助かったぜ。下のチェストから鍵は取ってきたの。お前が時間稼ぎしてくれたおかげで余裕で取れたぜ。おお、それならよかった。今は少しでも何か手がかりや進展が欲しいからな。この食堂裏に何かないか。食堂裏ってそもそも何かあったっけ。食堂裏は鉄とかがあったような気がするな。だけど逆を言えばそれ以外に何もなかったから見落としている何かがあるかもしれん。何かあるかな。今のところかまどとチェストを見ているけど何もないな。もう旧倉庫の入り方を直接監修に聞くしかないんだって。それはもう脱獄しますって自白しているようなもんだろ。じゃあどうするんだ。もう何もできないぞ。イライラするなって。監修見てるぞ。食事の時間終了だ。あ、了解です。豚肉の次はリンゴかよ。食べ物をばらまく癖はなくならないようです。それは困ったもんだな。まあとりあえず早く食堂から出てくるんだ。今日の刑務作業を教えてください。今日の刑務作業は昨日と同じで再びクモの巣の駆除を頼みたいと思う。いた。なんで殴ったの。手が滑りました。お前らずっと喧嘩しているな。それなら二人とも懲罰棒入れた方がいいか。それだけは勘弁です。もう喧嘩しません。あれ、今日は搬入口ではないんですか。クモたちが拠点を移動したのか。ここの2階がクモの巣だらけなんだ。なんですと。うお、思ったよりすごいことになってますね。また前回同様にここに剣を入れておくからこれを使ってきれいにしてくれ。わかりました。場所は変わったけどやることは同じってことだな。ちなみにここは鉄格子で完全に閉じておくから外には出られないからな。閉じなくても私たちは出ませんよ。まあそうだとしても念のためだ。ここはしっかり閉めておく。それで派刑務作業頑張ってくれ。了解しました。また来たね。このクモの巣の作業、前回も思ったけど私たちさっきここの探索した時クモの巣なかったよな。この短い間にクモが大量発生したんじゃない？そんなことある。まあそこはあまり突っ込まないでおこう。そうだな。さて、この場所だが、そこに鉄格子があるってことは、外に出ることは厳しいよな。今石蓮が掘っているところを見ると周りも岩盤っぽいからね。急走コナー。こいつに数日間悩まされてるんだよ。これはもう構造的欠陥ということにしましょう。それでいいのか。とりあえず刑務作業は終わったかな。この作業自体は楽だからいいんだけどな。あれ、あそこひび割れた石レンガになってないか。え、本当だ、ひび割れた石レンガだね。ということは、裏から入れるのか。でもさっきボディを見たよね。でもチェストばっかり見て棒の中の壁とか見てなかったよな。それじゃあ2階の端っこの棒と繋がっている可能性が高いってこと。ひょっとしたらな。うわぁ、なんでこれに今まで気づけなかったんだろうか。まあ鉄扉の隙間からしか見れないからね。わかりにくいから仕方ないんじゃない。てかなんだよこの石レンガ。間違えて置いちゃいました。ちゃんと回収しておけよ。ここにいればあれじゃない、監修が来た時にすれ違いで逃げれる説。確かにな、監修が登ってきた時に振り手負けることができるよな。人参トラップも置いておこう。人参トラップは草。終了だ。今だ、逃げろ。うん、何をやっているんだマリサ。ほら、ふざけてないでちゃんとしてろ。あまり動揺を誘えなかったね。監視とすれ違いで逃げるドッキリです。あ、そこにいたのか。なるほど。ところで刑務作業はしっかりできたのか。すぐ終わっちゃいましたよ。クモの巣駆除のプロですからね。そうだったのか。それならまたクモの巣だらけになったとしても安心だな。さあ棒に戻るぞ。まずは霊夢を先に入れる。あ、私はボディだったか。まだ慣れないよな。ちょっとよし、それじゃあ霊夢は明日の自由時間までここで待機だ。マリサ、私のことは忘れないでね。なんだあいつ。さあマリサも明日の自由時間まで待機だ。了解です。さて、最後の最後で少し進展あったな。旧倉庫が2階の棒と繋がっている可能性が確認できたのは大きいぞ。明日の自由時間はボディの端っこの壁を注意深く確認してみるか。
というわけで今日はこの辺で寝るとするか。おやすみだぜ。